かねえな。マジか、引くと思ったんだけどな今日。そうか、引かないか。マジ。はい、ナイスボタンね。ナイスボタンです。ありがとうございます。ありがとうございます。サボ鳴らしたからボタン押すの遅れました。サボ鳴らしたから。鳴らしたから。とてつもないこと言うてる。じゃあ、 貨物脇僕一人だけで、からリアクターの時、ああもしかして死ぬんじゃねって言いながらずーっとリアクター向かったら治った。あれ右直したのみるみるさんですか。多分私。あ、了解です。シャドウさんもいた気はしますけどね。あの自分は数字を見てただけです。見てただけ。僕も昇降機右入って、あもう人いるからいいやつって言いました。ああ左から来たんかな、シャドウさんは多分。あ、右から来ました、ね。あ、右から来た。どっちだろう、アスエルさん、ガチの出現かな。バナナ、ニンニク、茶色、ゴミ箱、バナナ、茶色、ピンク、たくさんいる。違う人になってる。何やってんだこの人。ナイスでーす。ありがとうございます。ナイムでございます。はーい。リタイミングだ。いいですね。あ、よかったです。今回はタスク終われそうです。ミユさん最後何してました、はい、すいません、メールが来てたのでそれを返信してました。了解です。いやね、あのね、メインホールのあの右上の女性の部屋あるじゃん。全く関係ないところに突っ立ってちょっと全然あれしてました。ゴミ箱、あのタスクのないところで立ち止まってたから。タスクがその一個奥にあったんですけど、それのシャワーのとこにあったんですけど、シャワーの手前で。だったらシャワー入始めてからタスク配信すればよかったのに。なるほどね。リアルの方が重要ですからね。あー、びっくりした。ネタがすぎる。メール打ってたわ、ないわ。しかし。でも、誰か来たら速攻逃げられるようにしなきゃって思って、チラチラしてたら、親友さんが来たんで、え、怖いと思って。じゃあ今直してくれたんでありがとうございます。今のうちにじゃあメール打ってもろて。そうですね。ちなみにデイさんがミュートです。地味にそうですね、ミュートですね。ミュートで。なんかこっちもリアルでなんかあんのかな。なんで入ってんだよ一票さ。喋れない理由がある。一票。やべえ、やべえやつがいっぱいいるよ。5、1、3、7、6、5、え、やられる？俺これ。
やられるね。またすごい部屋降りだな。マジか。霧島さん。霧島さんか。バイタル、バイタル前です。バイタル前、はい、死亡推定時刻は分かんないです。はい。ですね、ちょっとそうですね、あの、最初の方なんですけど、なんかすごい人数が右下の方行きましたよね、なんか。やばいのが行きましたよね。やっぱ私あの右みんな右下に向かって見てなんでって言いながらあのアドミンの方の、うん、アドミンだってミーティングルームのタスクやっていったんですけど、ごめんなさい CU さん、バイタルの目の前ですか？バイタル目の前です。ああ、うん、だとしたら死亡推定見れないですね。あのそんなに序盤ではないです。かといって直近でもないって感じだと思います。あの、はいはいはい、メインの女性のある部屋の中に、霧島さんが立ってるのを見ながら私シャワーの中にシャワー室に入ってったので、はい、今シャワーのタスクが終わってアーカイブのダウンロードが終わったところで通報っていう感じなので、ああ、うん、じゃあ1回目の停電後ってことですか？うん、かな停電後かな、うん、私ちょっと停電はタスク中できっと分かってないと思う。1回目の停電後ならリンボボさんはなさそうかな。店員さんとアーカイブのタスク2人でずっとっ、エレクトリカルに一度でもいた人経路聞いてもいいですか？はいはい、ハジポンさんと、うっすい、じゃああとミルミルさんもですかね。茶色もいます。はいはいはい、茶色もいます。白もエレクトリカルですよね。そうです、うん、エレクトリカルですよね。はい、誰かバイタル方面から上がっていくの見たんですよね。セキュリティキッチン行くときに。それはいつ頃ですか？バイタル方面から上がるっていうのはどういうことですか？貨物の方ってことですか？あ、そうです。右の方からエレクトリカルメインホールの方に移動してくる誰かを一応歴下がってセキュリティ入るときに人影だけは確認してて。それはあの見つけに行った人たちってこと？CU さんってこと？水色はメインから LT 下って診察入ってます。右の方に行く人なんですよね、それ。いや、右から来る人ですよね。アジポンさんがメインからエレキに降りたときに、そうです、そうです。前からバイタル方面から来てる人が 見えたってことです。アジポンさんと、はい、CU さんも同じ経路ですか？発見はメインエレキ診察です。あ、じゃあ同じ経路ですか？これ見れます？あ、無理。いや、じゃあ、あの時白か茶色にボタンを押してほしいな。停電だ、停電だ。ダウンロード金庫室か。誰も押さないじゃん。ナイスです。すいません、ナイスです。なんかボタンバカ押すことだったんですか？ごめんなさい、ごめんなさい、あのキッチンで沸いちゃって。いや、シロさん来なかったんだっていうか、シロさんなんかずっと貨物からバイトいました。
あ、そうなんだ。うん。まあ、いや、ごめんなさい。多分自分の情報が多分紛れ合わしい感じに。いや、まず、ね、茶色の、茶色の経路聞きたくて。あ、はい。茶色は、ちょっとどのタイミングだったかわかんないんですけど、さっきのターン、ずっと電気ガシャガシャ下ろすやつやってて。いつからですか？停電中はやってたと思います。はい。怖えなって言ってたんで。で、まあ、多分停電中っていうのもあって、多分さっきの話聞くと、アーカイブの方とったら多分トラキチさんが霧島さん見ますよね。大変？だから、メインのシャワーの中に立ってるのを見ましたよ。それで私シャワー。いや、その後、そのバイタルまで行くのであれば、アーカイブ撮るから。バイタル行ってる。じゃあちょっと一回、一旦ここまでにして、はい、シロが最初の方、停電になった時エレキいたと思うんですけど、その後どうしました？その時に自分はメインに上がって、で、シャワーやってって感じですね、メインの。最初はどうですか？アーカイブにいた黒なんですけど、黒と、薄ピンクでタスクしてる時に名前見えなかったんですけど、絶対チラッとシャワーからアーカイブ、ラウンジ抜けてる人がいて、ラウンジは抜けてないですけど、アーカイブに入ったのは私です。トラキさんはダウンロード。そう。ダウンロードやってたの、トラキさん。白の最終はどこですか？シャワー、メインの方のシャワーです。はい。多分、シユさんとかが、あともう一人が、エレクトリカル電気室に下がっていくところでちょうどすれ違ってます。あ、じゃあまあ、めちゃくちゃ怪しい位置って言われる。うん、じゃあちなみに、他の人の最終ももらっていいですか、念のために。ユーリア、黄緑は最終はミーティングから下の昇降機に下ったところです。はい、次、うん、はい、オレンジ2個最終コックピットです。はい、ピンクはエンジンルーム、メインホールからエンジンルームに入ったところです。メインホールの前は、メインシャワーメインって行かれてるのを自分はピンク見てます。その辺ぐらいしてたんだ。はい。アスールさんは駅です。聞き逃した。見えないかな。勝ったわ。ほっ！なるほど、ね。待て、おい。マジか。これボタン？ボタンです。ボタンですね。ボタン、はい、待て、誰が死んだ？デヒさんとトラキチさんとアスールさん。やば。一応白出せる人がいて、はい。リンボボさんは、もう、隠し白でいいですね。自分目線。アジボンさん隠し白でいいです。で、シャドウさんも多分、カメラつけてましたよね、ずっと。アーカイブのカメラついてたんで。ずっとではないです。ずっとではないです。あれ？あ、ずっとではない。ちょっと待って、どこにいました？セキュリティでカメラ見てたのがシャドウさん。セキュからエレキメインアーカイブで、アジポンさんと僕が2人一緒に移動してて、シャドウさんが、シャドウさんはセキュのカメラつけ、見てたのを残して、アーカイブ行った時にアーカイブでカメラがまたついてたんで、シャドウさんずっと見てんのかなっていう。
見てました、うん、ミーティングの方にニコさんで、でその次にミユさんがボタンで、これ釣らなきゃいけないんですよ、ね、はい、あこれちなみに、あの、ヤクタの左直したの誰ですか？左？左誰だろう？左、右はシュウさんだろうから、そう、右は僕が直してます。そう、左 は、ニコさんとミュウさんとぐらいはいたのは見てる。了解です。他の3人どうだろう？下位置というか、あの目撃情報とかありますか？トラピスさんとかはなんか人のいるところに集まりそうなイメージなんですけど、急に殺意高い。うわ、これはしんどいな。どうしよう、これ誰か釣らないときついの。シャドウさん、デイさんは、リアクター前にシャドウさん、今のミルミルさんの最終もらっていいですか？ミルミルさん最終もらっていいですか？最終多分エンジンです。もうミルミルさんが一番サイクロな気がする、うん、一番サイクロだと思うね。ミルミルさんだと思ってます。あの、はい、青事件で、わかんないんで、わかんないですけど、違う、青事件で、青事件で、めっちゃのキルが、ね、あの白もあるんじゃないですか？今カメラつけてたんで、キルくらい上がんないと思う。で見て、いやいや、あ、そう、セキュリティがたまに効いてない、あの、そこもなくはないのか、ミュウさんかニコさん、あのミーティング登った時にカメラついてるの見てます？しょ、あれ確認してないです。じゃあ、いやだ、でも、うーん、いやー、くわー、金庫室やってたら、そうですね、金庫室にシュウさんとミュウさんがいて、で、あのリアクターが鳴ってて行くの見てます。ごめん、僕は白する。あー、でもそっち行くんだ。どうなんだ、でもこの表考えたら私白じゃないですかね。それはいやー、わかんないです。いやー、無理。人王さんが直してることを祈るしかないのか。お、ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタンです。怖っ、はい。1キル入れば勝ちだったから、1キルは入ってると思う。だからいつ時間も決めようね。もしかしたらなってないかもしれない。決め打ちでいいと思う。いや、今30秒経ってる。いや、うん、決め打ちしないといけないかな。ギリ経ってるのかな、どうなのかな。ちょっと待ってね。まあでもちょっと冷静な判断しますね。私がちょっと冷静な考えを言いますと、あの、ここをもう決め打ちしかないんですよ。なんでかっていうと、ここ結局もう片方落としたら、そこにいろうじゃない限り確実にあの死にます、うん、あ、そうか、もうこれもうダメだ、もう一人釣れねえんだ、無理だ。そうなんですよ、これだってもう一人釣って一浪をローラーしても今度6人二浪で終わっちゃうから無理だ、釣れない。そういうことですよ。決め打ちで進めたいので、できれば決め打ちの進行でいきたいので、さっきのキルでできない白を隠してた3人ぐらいいましたよね。林坊さんとなんか3人ぐらいでお互い白出しして、林坊さん、林坊さんが確か両方で、シャドウさんはカメラ運転の話で、それ以外は分からんだったはず。リアクター中もカメラつけてるんでしたよね、ミュウさんとシュウさんの金庫コースで見てたんだったら。ミュウさんがルビー磨きで、シュウさんが着せ替えをやってました。当たってます、当たってます。そうですね、そうですね。キレキレ的に無理だと思います。ちょっとその時のミュウさんの動きもちょっと怪しかったんだけど、あんまし考慮に入れない方がいいかな。で、ニコさんが、多分、シュウさんと私、はい、タスクが多分同じだったんですよ。だから、いや、でも逆をやってましたよ。マネキンやらずに来ましたよね。マネキンはやらなかったです。ちょっとね、その前にあれがなっちゃったんで。キルしに来たようにちょっと見えちゃったんだけど、ちょっとまあいいや。でもなんでしないようにしとく。来たから変わったんか。まあ、どうなんだ。うわ、こう。サボタージュなって怖かったんで。アジボンさん、リンボーさんの二郎も追ってますけどね、全然。うん、追っていいと思う。うん、あのシャドウさんはほぼ白で見ていいかな。カメラ情報がすごい全部合っていたので、キルできるタイミングないと思ってます、
で、しゆさんとみゆさんがそこちょっと今あの議論で殴り合うのであれば、なんかリンボーさん、アジポンさんがちょっと二郎っぽいなっていう感じはします。これどうします？いや、どうしますってか、あのスキップ、スキップ一択なんですけど、とりあえずまあどの誰が怪しいかなぐらいの話ですね。なるほど。そう、これ8人三郎からローラーしちゃうと6人二郎でダブ切れて終了なので釣れないです。いや、どっちの勝負しようね。7人二郎だいぶインポスター有利。やだ、開けろ。うわぁ、そこで3キル入るのすごいなぁ。まっすぐミーティング行ってミーティングタスクしてボタン押しかな。早っ、いっぱいいる。マジで？私もあなたのやつを見ましたよ。おっと、これはどういう状況ですか？アジポンさんが、シュウさんをミーティングルームでやってました。以上。らしいです。アジポンさんの意見を聞いてもいいですか？いや、こんなにパッション出してくると思ってなかった。いや、普通に、ユリアさんが、演じるあたりから自分のことを普通に追っかけてくるんで、多分臭いなと思って、ボタン押しに行ったんですけど、ボタン押しに行く直前で、リフト鳴らされて、で、シュウさんがミーティングルームの奥の番号打つタスクやってたんですよね。やってましたね。うん、で、ユリアさんがそこに鳴ってるにもかかわらず追っかけてって、で、自分もそこやってないかな、臭いと思ったんで、やってないかなと思って見に行ったら、ちょうどキルしてた。いやいや、アジポンさんが先行ってましたよね。私は見てますよ。2人がそっち右行ったんで、これ怖えなって思って、リンボーさんが下行ったの見て、私は右の方行ったら、アジポンさんがちょうどやってましたって話でした。で、リンボーさん。ごめんなさい、僕とアジポンさんの LINE 拾うんだったら、僕、そこミーティングでダブルキルして、ドア閉めて、モンバーしてた方がよっぽど勝ち筋あると思うんですけどね。で、多動さんもしてこの自分とリンボーさんが黒だった場合、セキュリティで切られてると思うんですよね。うん、多動さん目線、うん、確かにそうですね。だから多動さんには自分とリンボーさんの白は信じてもらえるかなと思うんですけど、まあ、とりあえずリンボーさんがやってないっていうのは自分目線言えます。左の勝負も言ってました。今回も3回しかなってないので、ユリアとアジポン、今日のことですよね。今日のことですね。ニコさんも上にユリアさんとシウさんと自分と上がってるのを見てますよね。確か一緒に上がってましたよね。結構カツカツっていう音が重なって聞こえてたから3人ぐらい。もうみんなで3人だと思います。はしご3回鳴ってるのは聞こえました。うん。見てるわけじゃないです、私は。あのキルに関して私は全然あの図書室じゃないや、なんだっけ、アーカイブ、あ、そう、うん、アーカイブにいたんで全くわからないんですけど、普通にユリアさんなんで、いや、私したらジポンさんなんで、どう見ても。前日、ごめんなさい、前日あれですね、シャドウ、そうです、ひどい、楽しいっすよ。前日ユリアさんはアーカイブでドアを開けようとしたんですよね。あー、アーカイブでそのもうリアクター直しに行こうとしたよ。なんで右側の貨物とかラウンジとかで切ってた場合は全然来れると思うんですけど。そうかね。いや、これ、わかんない。まあどっちかに入れてもらえる。まあユリアさんかアジポンさんのどっちかだと思うので。アジポンさんってボタンありましたっけ？あります、あります。押しますか？いや、押していただいてもいいですか？はい、しいかもしれない、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんついてますよ、皆さん。あ、いやー、まあ、そこミスったか、あそこミスったか、あそこ停電が良かったかな。
停電が良かった。いや、今は停電が良かった。申し訳ないです。いや、もう登ってボタン、あ。ナイスボタンです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これでお、うん。うん、ごめんなさい、ローラーはしなくていい。ローラーしなくていいです。あ、もう僕から言うのもあれなんですけど。これによって、アジポンさん、リンボーさんはもう白で置いていいかなと。ってなると、もう、もう選択肢としては私かミュウさんになるかなと。そうですね。はい、そうなりますね。リアクターな、左、リアクター直した後、直した後ってどんな感じなんでしたっけ？ミュウさんとニコさん左直したって言ってたんですよ。その日は、ですね、コックピットにいて、たカメラ情報、シャドウさんが出していただいてるんですけど、コックピットからエンジンルーム、宿舎前通路ミーティングの日、ミーティングルームって形ですね。私はシャドウさんがやっぱり出してくれてるんですけど、金庫室でタスクして、で、あれが、サボタージュなったんで怖くなって、そうそうそう、直して上のやつ直して、ここではんでもニコさんとミユさんは見えてる最後のミーティングの下の、最後のミーティングルームあたりのはしごの下で会いました。はい、そこは見合ってます。最後だけはしごの下の端っこら辺に立ってたような気がします。じゃあ上でキルしてボタンを押されてもわかんないと思いますか？あの日ボタン押したのユリアさんでしたから。じゃあミユさんか押したのか。ミユさんです。会議ボタンミユさん。私はリアクター中、あ、じゃあごめんなさい、話変えます。話、はい、タスクどうですか皆さん。私あと1個です。もう終わりました。自分はちょっとあります。自分もちょっとあります。正直話聞いてる限りだとあれなんです、私ちょっと釣られるのまずいと思っているので、あのリアクターどっちかというとミュウさんより私の方が怪しい位置にいてしまっているので、タスク勝ちを狙いたいです、どっちかというと。ニコさんってミーティング登ってないんですか？登ってます。登ってるんです。先に登っていて、タスクをこなしてるんですね、うん、ミーティングルームの、うん、そうですね。リアクターが鳴ってる最中もゴミ箱タスクやってるの見てます、ね、ミーティング登ってきたのってミユさん一人だけでした？音的に私から先登って、後からミユさんが登ってます。なんでミーティングキルは否定できるんです、私目線。ミユさんそうなるとニコさん危ない危ない、タスク、投票、あ、ごめんなさい、投票が間に合わなかったです。いやー殺すタイミング違ったな。いやーごめんなさい、あそこは通信一択でしたね。いや要はあの私視点、あれアジポンさんリモーさんの二郎線をお忘れしかなくて、あそうなんですけど、そう、それをもう釣りミスられても大丈夫なように通信にするべきでしたね。ああ、うん、ダメだ。今回タスク勝利できない。アスルさん？いや、違うに、シャドウさんが固まってます。ああ。アズルさんを何としても、アジポンさん何としても、何としてもアジポンさんに罪着せるためにもう一生ついてって、若いタイミングでキファッションがしようと思ったんだけど、ちょっとタイミングが悪すぎた。皆さん、30秒でキルずつだぞ。いや、まあもうね、僕がやらかしたから負けでもしゃあねえなと思ったら、一斉一夜にかけだし。いや、でもあそこは、ごめんなさい。そんなとこに人はいない。そんなとこに人はいないよ。皆さん、どこ？いや、あー、人いる。いるけど、これは無理だね。いる。あー、やっぱミュウさんなんだ。怪しかったもんな、うん、ですか。ちょっとあれインポスター偏りすぎ、ほんと、うん、マジでね、金庫室でやりに来たように見えちゃったもん、あれミュウさん多分使わないっすよね、あれ使わない、サボタージュ、いや、ちょっと使ってあげるべきかなと思って。そうだね、ミュウさんマジどこ、あのインポスター教えて、助けてあげた方がいいと思う。そっか、あれミュウさん、ミュウさん、ミュウさん場所教えて、マジで。ミュウさんね、今ね、コミュマイ通路にいる。コミュマイにいっぱいいますね。あ、これに、みんな、あ、終了じゃん。
みんないっぱいいるからね、これはね、やれないやれない。やれないし。あ、でもリモボさんが今左に向かったからこれやれる。うん、あ、これはやれますね。いけいけ。いやよし。そしてベントでどっちに逃げる？上行ったか。展望だね。あ、じゃあ下行った。あ、電気直すのか。あれ？なでも扉開けて、これ今まずい。扉開けて、実際いたら無理。まずい。あれでも行かないの。行かない。あ、アジポンさんがいたのか。え、いないよね。大引きえそう普通に。これキルクールそろそろ開けるんじゃないかな。いやでも。いやいっぱいない。もういい、まあ、あの正直にニコさんの前でアジポンさん切っちゃえばいいだけで。うん、そう。あとは。いやこれさ、これさ怖いパターンが一つあって、さっきまあおあやりました。いい違反なんだ。やったアジポンさんやった。あと1キルか。でもこれんだ、これ死体見つかるんじゃないかな。いや、それは見つかりますね。ニコさん見つけて。見つけた。あ、聞こえます？はい。もう本当にごめんなさい、ちょっとボイスが。まあこれも、うん、僕は疑い値の2人になってしまったから、シャドウさんに決めてもらうしかないですけど、一応武器庫のところでアジポンさんの死体です。なるほど。で、停電起こった時に、武器庫内に私とミュウさんとアジポンさんがいらっしゃったんですね。で私その2人を置いて武器庫から出て展望デッキで配電盤、直してます。で上上がった時に死体になってたのでミュウさんですとしか言えないです。私その時それを置いてコックピットの方に行っちゃいました。っていうことはニコさんがもう先に出てるってことですよね。いや2人を置いて行ってしまったので。あ、なるほど。あ、分からないんですよ。なるほど。だから多分ニコさんも私のことを分からないし、私もニコさんのことを分からないんですよ。停電前から一緒に行動はしてましたよね。通信室通路からそうですよね。停電前は一緒でしたよね、はい、でも停電後は分からないですよね、はい、お互いに分かんないですよ。だから停電になったので私は展望デッキに向かったんです。で停電開けた時にはお二方いらっしゃらなかったので展望デッキには来てないなと思って上上がったら武器庫で死体が転がってたのでミュウさんですっていうお話をさせてもらいました。で、行動の方を言うのであれば、うん、停電にもなってるにもかかわらずコックピットに抜ける意味って何ですかってところを問いたいです。誰かかなっていうふうに見に行きました。どこかでどさきろ起きてないかなって見に行きました。シャドウさんがまずいなかったのでシャドウさんを探してました。あ、まあ、それはメインとかシャワーで固まってんの見てたんでそうなんですよ。シャドウさんは本当に大丈夫です。なんで私とミユさんで入れ合うのでシャドウさんが後は決めていただいて大丈夫で。そうですね、怪しい位置の2人が残ってしまった以上ちょっと言い合いになるだけなので。ごめんなさい、ちょっとどうしてもちょっと怪しかったですまあしょうがないですよね。あ、大丈夫です全然 OK です。いやまあ怪しいっすよね自分の方がお見事ナイスゲーム。みゆさんすごい。やばい、頑張れたよ。はい、リンボーさんどこ行っちゃったんだよ。マジか。はい、じゃあ先にちょっとねコックピットで交代ったよ。先に振り返っていきますね。はい、最初青ですね。青ははい茶色ですでしょうね、はい、次三死体誰がどこすか誰が誰を、まあ、ゆりから言いますね。黄緑から言います。はいはい、エレキの9番のとあの天気でいうあのハッシュタあなんだっけあの9番あのアスタリスクのところ。アスタリスクのところ、はいはい、あの宮殿のところですね。
Yes, yes. で、誰をトラキさんっぽい。トラキさん、はい。トラキさん、はい、はい。で、そのまま即リアクター直しました。はい。はい。アスールさんは、展望ですね。タスクやってるところでした。デイさんはまあ、ミュウさんですよね。これはミュウさんが言った方がいいんじゃないですか。うんうん、ミュウ誰やったのかな。黒いの。ミュウ黒い人を多分金庫室から宿舎前抜けたボタン押しましたって言った時にボタン押しに行く時にドサキルしました。いやドサキルっていうか普通にキルでしたねあれ。リアクターの左直した時に殺されました。そうそうまあ死体消しかなと思いましたけど。ちなみに余談なんですけど、僕エレキで壊した時にリムボタンすぐ近くいたんですよね。で、まあ先に次いきますね。で、水色がまあ黄緑がいいとして、でラストは、リンボボさんがコックピットで亡くなって武器庫で、もう一人ですね。というところで、あそこいい。ジボンさんをくそもっともっとミュウさん怪しいって言うべきだったな。あの動き怪しいって。サクッと。金庫室で普通にいい動きだった。金庫室で水色と一緒になった時あれやろうとしてました？やろうとしてました。だよね。でもここでやったら絶対バレると思ってやらなかったです。マネキンする、わざわざマネキンの方降りてきてスルーしてきたもん。マネキンやろうと思ってやらなかった。まあでも最後の2キルと2キルとね議論誘導はお見事でしたということで。そうあれはお見事でしたね。いやキル対象がきれいに隠しの削られた。